第552回12月4日土曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1:10-14。私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。人間の歴史は偶像礼拝の歴史といっても過言ではありません。人には目に見えない神を見える形にして礼拝しようとする誘惑があります。また自分に都合のよい神々を作る誘惑があります。落ち着いて考えれば、人間が作ったものは人間以上の存在ではないことがわかります。しかし力のない偶像であっても本当の神をおろそかにする誘惑となります。財産や物質欲など人を神から離すものもすべて偶像となります。私たちの周りに神よりも大切なものができているなら、それは偶像です。詳しい訳ではしっかりと離れなさい、必要なら逃げて避けなさいと訳されています。偶像ではなく、本当の神を心から礼拝したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、朽ちない冠を目指し信仰を持って進むことができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、クリスマスがキリストと出会う機会となりますように。天地を創造された私たちの愛する神様、今日も祈ることができてありがとうございます。あらゆる偶像礼拝の誘惑を退けてください。今生きておられるあなたを信じ、あなたから力を受けて今日も生きるものとしてください。世界中がコロナで混乱しております。神様、完全にこれを終わりにしてください。このクリスマス、希望の源であるあなたを信じる人たちが起こされますように。あなたが共にいて、このクリスマス良かったと感じる人たちが起こされますように。クリスマスのすべての計画を祝福してくださいますように。今も生きて働いておられるあなたがおられるということを目の当たりにすることができますように、主を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。